こんにちは。整体ニコニコサイドです。本日もどうもご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの方に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は、しゃがむと、楽になる。そういう痺れですね。それを根本的に解消する、方法をお届けしたいというふうに思います。まあ、しゃがむと楽になる。歩いてたりとかですね。歩いてたりとか、立ってたりすると、だんだんとですね、腰回り、それから股とかですね。それから下半身がですね、痺れてくる。で、痺れてくるから立ってられなくなって、どうしようってことでしゃがむんですね。で、しゃがんでるとだんだん痺れが楽になってくると。だけどまたですね、しばらくすると、また痺れてくると。この繰り返しかなかなか抜け出れないあなたはですね、まあ前回ちょっと続きなので、前回ご紹介したように、原因としては太ももの裏側ですね。裏側硬くなっています。なので、そこをしゃがむことを、しゃがむとそこが伸びるんですね。で、伸ばされるので、神経圧迫がなくなって、それで痺れっていうのが減っていくわけなんですけども、まあ、根本的にはですね、根本的には、まあそのしゃがんでるのももちろん大事なんですけども、根本的には、じゃあなんで、そこのもも裏ですね。なんでそこのもも裏が硬くなってしまうのかってことですね。硬くなったからしゃがんで、ほぐして。硬くなったからまたしゃがんでほぐしてってやってると、これ繰り返しで、なかなかこれがですね、その痺れない状態にならないんですね。なので、その痺れない状態にあなたがなるためには、このもも裏がなぜ硬くなるのか、あなたの日常生活で何かでですね、このもも裏が硬くなる何かがあるんですね。その原因をしっかりと解消してあげないと、あなたの痺れは根本的に改善するってことがありませんので、今日はですね、このもも裏がなんでそもそも硬くなるのかってところで、それを、なぜかっていう話をしていきたいというふうに思います。で、それを知ることによって根本的に解消できるということになります。ではですね、なんでここがもも裏が硬くなるのかと言いますと、ここをですね、もも裏をですね、圧迫してるからなんですね。この、まあ、ちょっと前回もお話しましたけど、このお尻の下半分で太ももの裏半分の内側ですね。ここをですね、圧迫してます。で、どう圧迫してるのかと言いますと、座ってる時に圧迫してるんですね。こう椅子があった時に、まあ、こう座ってると。この座ってる時に、ここをですね、圧迫してます。圧迫してしまってます。どういうことかと言いますと、あ、ここが痺れるようなあなたはですね、こう座ると楽かもしれないです。で、こういう風に座っていると、ちょうどここの先ほど言った場所ですね、ここがですね、この座面に、すごく当たりまして、そして圧迫される。で、しかもですね、ここの、この骨ですね、ここもだいぶ圧迫されています。この骨が圧迫されて、さらにここの筋肉まで押しつぶされてしまっている状態。で、こういうことが続きますと、ここの神経がですね、圧迫されまして、それで痺れてきてしまうということにつながりますので、しっかりとここを圧迫されないように座ることが大事になってきます。それはどういうふうにすればいいかと言いますと、ちょうどお尻の、右と左に一個ずつですね、ここに骨があります。まあ、座骨という骨があります。この模型で言うと、ですね、ここの右と左にこの座骨って骨があります。ここで座ってないんですね。ここで座ってると骨で座ってますから、その筋肉っていうのは圧迫されないです。骨でちゃんと当たってますから、その筋肉っていうのは圧迫されないんですね。だけどこのここで座らずに、もうこういう風に骨盤が先に倒れてしまって、こんな感じで座ってます。そうするとこの骨も、ここの神経がある骨とかも圧迫されますし、こっちにある筋肉まで圧迫されてしまうということになりますので、しっかりとここの骨ですね、ここで座るということがとても大事になってきます。じゃあそこで座るとどうなるかと言いますと、こんな感じで座るんですね。この座骨という骨をちゃんと感じて座ると。骨を感じて座る。ちょっとだけですね、この骨盤をこう左右にこうこんな感じで転がします。左右にこうやってこんな感じで、あともじもじするような感じで、もじもじする感じでこんな感じで転がしたい。そしたら右と左に一個ずつ骨があるのがわかると思うんですね。で、この右と左の骨を感じる。
一番感じる位置ですね。感じる位置にしてあげる。こう何回もこう繰り返して、どこが一番感じるか。こっちか、こっちか。うん。どこだろう。ちょうど真ん中の一番感じる位置に来ます。そしてさらに、今ので左右のバランスが取れますので、あとはこの骨盤をこうちょっと前後にちょっと転がしてあげます。こんな感じで。軽くです。軽く転がして。そしたら、そこの骨を一番感じる位置になると思います。どこかな？後ろ行くと感じにくいし、前行きすぎても感じないし、一番感じる位置ですね。この辺になると思います。で、その前後と、あとこの左右ですね。ここで一番骨を感じる位置が、さっき言った座骨で座れる位置になりますので、ちょこちょこですね。太ももの硬くなりやすいあなたをですね、ちょこちょここれをですね、デスクワークとか、あと日常でも、このちょっと左右と前後で、座骨どこにあるかなってことで調べながら座ってあげるということをやっていきますと、だんだんとこの骨で座ることができますので、その、内側にある筋肉とか、さっき言った、ここで座るとですね、ここの神経も圧迫されないという座り方が身について根本的にですね、太ももが硬くならないようになりまして、そうすることによって、しゃがわなくても痺れないという体を手に入れることができますので、ぜひですね、この座り方を、のエクササイズですね、これをちょこちょこやってみてください。はい。ということで、またやってみてですね、わかんないことありましたらコメントメッセージいただければと思います。ということで、しゃがむと楽になる痺れる、痺れをですね、根本解消法ということで、エクササイズをお届けしました。ということで、本日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。またこういったことを知りたい人は、下からチャンネル登録をしておいてください。ということで、ありがとうございました。